ほら最初ね、撮影が始まった1年目の時に肩に乗ってるっていうのがさ、こうどう僕だってどうやって乗るんだろうって現場行ってるから、そうだでしょ、郷くんも。もう本当アナログなんですよ。そうなの、ね、なので最新の VFX が全てを叶えてくれると思ったら大間違いで、圧倒的な積み立ての上に完成度が上がっていく、うん、だから実際現場ではこういう状態でして、最初ここから始まったんだ。懐かしい、懐かしいっす。ほいで、どうでした、ここまで歩いてくださいって言われてね、こうやって歩いて俺ら結構有名な俳優だからな、はい、ね、僕懐かしいっす、その光景が。はい、まあ、こんなことをやってましたね。